昨日感染が確認されたのは郡山市で109人など合わせて566人です。感染者数は28日連続で前の週の同じ曜日を下回りました。年代別では10代が87人、40代が82人などとなっています。入院は150人で重症はいません。病床使用率は 19.6% です。また県は先月の死者数について46人の計上漏れがあったとして県内の累計の死者数を797人に修正しました。県は県内の感染者数は減少傾向にあるものの、インフルエンザも流行していることから引き続き感染対策の徹底を呼びかけています。